ザ・テラーは2018年から放送されているアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ。シーズンごとにストーリーとキャストが変わるホラーアンソロジーシリーズでアメリカでは2018年3月からシーズン1が2019年8月からシーズン2が AMC で放送された。日本では Amazon プライムビデオから日本語字幕吹き替え版が配信されている。第1シーズンは ジョン・フランクリンの北極探検をベースとした、ダンシモンズのベストセラー小説、ザ・テラー極北の恐怖を原作に制作された。デビッド・カジャーニッチが、ショーランナーを務め、ジャレット・ハリス、トビアス・メン・ジーズらが出演した。第2シーズン、不名誉は、第2次世界大戦中のアメリカの日系人、強制収容所を題材に制作された。アレクサンダー・ウーが、ショーランナーを務め、 デレクミオ、スケザネ・キキラが出演した。ジョン・フランクリン率いる英国海軍の北極体験隊は船で未踏の航路を調査していた。極限状態の環境の中、未知の領域に向かううちに船内で異変が起こり始める。1941年、新自安攻撃で第二次世界大戦中が始まり、アメリカに住む日系アメリカ人コミュニティに不吉な何かが忍び寄る。 シーズン1の主要キャスト。ジョーダン左から、ジャレット・ハリス、トビアス・メン・ジーズ、ニブ、ニール・セン、キアラン・ハインズ。シーズン2、不名誉の主要キャスト。ジョーダン左からスケザネ・キキ、森久子、ジョージ・タケイ。2016年3月、AMC は、ウォーキング・デッドに続く新シリーズとして、小説、ザ・テラーを元にした、ホラーシリーズ発注した。 デビット・カジャーニッチとスーヒューが共同監督を務め、デビット・カジャーニッチが脚本を担当した。リドリー・スコット、アレクサンド・ラ・ミルちゃん、スコット・ランバート、デビット・ザッカー、ガイモン・キャサディがエグゼクティブプロデューサーを務めている。第2シーズン、不名誉は、マックス・ボレンシュタインとアレクサンダー・ウーが共同で制作し、ショーランナーも務めた。 撮影は2019年1月14日からバンクーバーで始まった。本作は批評家から高い評価を受けている。第1シーズンは批評集積サイトのテ点トマト図に57件のレビューがあり、批評家支持率は93%、平均点は10点満点で8.29点となっている。また、メトクリティックには19件のレビューがあり、過重平均値は76。 100となっている。第2シーズンは、6点トマトズに36件のレビューがあり、批評価支持率は83%、平均点は10点満点で7.38点となっている。また、メトクリティックには15件のレビューがあり、過重平均値は78、100となっている。ありがとうございます。